これどこの治療何番でしたっけ。これ1だよ。1番ですか。治療1番の試合です。それ言い方良くないです。レフトはソウ君、ライトはシャダさん、レフトバックは千尋さん、ライトバックはミサミサです。今ソウ君がライトアウトに打ちました。これどんぐらいかな。あとあの審判やん、見てた。おじいちゃんちゃんと時計見るよ。これ1回目じゃなかった。いや、2回目、1回買ったの。いや、2回目、その間絶対無理しちゃうさ、独立行った。ここ9点で買った。あ、向こうで攻めたって負けた麦わら棒の人。麦わら小太郎さん、小太郎さんやな。そうですか。知らんけど。あ、麦わら棒だから。でも買っとってもね、コーラって。とても強い。手順あれ。でも11点取ったよ。え、すげえ。何取るもんな。勝ちました。いやけどもう次がもう山場、そこ勝てば多分決勝は行きます。いや、名古屋さんです。いけるいける。ライト最初はライトに飛んで何を言ってるんですか。シルシルシル、お尻どけがうまい。お尻ですか。お尻がうまい方がレフト行った方がいいと思うな。ナイスだ。スパイク打ってるの思ったやつだ。自分は正直今日の試合何もしてない。正直名古屋さんのチームにスパイクはあんまいらん気がする。ひどい方やね。そう、名古屋さんに思いっきり打たせんのにしようって言った。そんな打ってこん、遊ばれるの。遊ばれるけ、その遊んでるボールを全部取って。いやーそれむずいった。そうな、当たり。そうね。あ、まあ、でも予選が。ここで山部坂とかそっちっぽいか。多分なんとか坂ですよ。坂シリーズ。8-2で勝ってます。勝ってんボコボコやん。12じゃないやろ。さすがに12、10点やん。絶対福岡からの方が近いわ、長崎。そんなことないよ。福岡からか長崎市からあんま変わらないですよね。そんなあーやっぱ入ったー。こう真ん中に長崎なのに、ハウスマス行ったことないですね。記憶の中でないね。なんでですか。嫌ですよ。ポージングしてみて。そうよ。恥ずかしい。めっちゃスタイルだ。結構あれ最近ビーチで。でも、かれこれ30分ぐらい撮ってる。約
金割れてね。誰してんの？骨見えそう。あれは腹筋なんですかね、なんかの後なんですかね。うわやばい、クソ野郎だな。意外と腹立つ。もうセッターの打つあそこら辺に打つのは結構おお。カメラ持ってる人いる？次どこ試合ですか？あ、タイさんたち。あ、ナオミさんたちとだ。やばい。あ、ナオミさんじゃない、ナオヤさんだ。すみません。一応ね、いやなんかナオが一緒だからさ。あと二人ともでっかい。うわ、うまい。そう、それを拾う当たりもすごい、うん、いい勝負。よっしゃー、どすこい。よし、そろそろ終わる、うん、終わったらタイさんとこに行く。どうする、もしここでチロあったら。いや、ちょっと逃げます。
もういつの間にかこっち様子見てみまして、なんかブーツでも入ってる、攻めてますね。あ、終わった。何対何だ、20対11で見せてくれた。白1勝ちました。イエイ、ほら、わーわー。